JSB 初表彰台おめでとうございます。ありがとうございます。なかなか52周大変なレースだったと思うんですけど。そうですね、まあフィジカル的にもすごい大変でしたけど、その途中で雨が降ったりとか、まあ、精神的にも結構こう集中力をこう切らせない、ずっとキープし続けないようないけないようなレースだったので、まあ、その精神的にも肉体的にも結構疲れましたね。まあ、でも JSB3 戦目になって4戦目ですね、4戦目でかなり乗れてきてるなと見てたんですけども。そうですね、まあ、今日の朝フリーもまあいい感じでこうリズムを刻めてて、まあ、決勝に向けて、まあ、どっちになるか分からなかったんですけど、まあ、とにかくまあ前へ前へ行こうと思ってて、まあ、ちょっと上位陣が転倒してしまって、まあ、棚ボタじゃないですけど、まあ、そういう部分もあるのでしっかりまあ次へ向けて、まあ、調子も上がってきているので、まあ、実力でまたここに戻ってこれるように行きたいですね。とにかく、まあ、本当に転倒とかしてしまって、まあ、メカニックの人とか、まあ、チームの人にすごい迷惑をかけてしまったので、とりあえず、まあ、本当にありがとうございましたっていうふうに伝えたいです。